とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もデイリークエストをやっていきます。アップデートまでもう少しだね。デイリーをクリアして、どんなところにも対応できるように練習していきましょう。まず今日は、ここ2つ。そして、上の2つ。この4つだね。をクリアしてみます。今回3が出てないんだけども、まあ大丈夫でしょう。いきます。ちょっと俺今気づいたんだけど、湿っぽい洞窟って、ゴールの手前で横行けるんだ。そうなんだ。こっちになんかいるとか、キャプテンいたりするの？あ、こっち全然知らなかった。ここ先まで進んでみようか。なんかキャプテンかなんかいそうな気がするぞ。もしかしたら、いや気のせいだったね。いませんでした。ということで報酬は一つだけ、ワールウィンド252。次行きましょう。2周目はカボチャでした。まあ楽勝だったね。キャプテンも6体全部倒してます。何が出てきてくれるかな。それでは報酬です。最初がボブ、風のホルン、悪くないね。次ビーハイブか、どうなの。まあいいや、次行きます。次はパンダでしたね。これまあ楽勝です。キャプテンも6体全部倒しました。なんか今日ね、ナイトモードがやたら出る。ナイトモードやたら出るけども、まあまあ、特に問題ないかな。それでは見てみましょう。なんだ。まあ最初はね、これですよ。次。惜しい、違う、せめてムチ、ツタのムチの方が良かったな。よし、次。やばい、ここマジでムズい。あと1回死んだら終わりだけども、多分この橋を渡りきればクリアだもんね。最後にお前来るな。一発もらえば死にます。敵のね、ダメージが 180% アップして、で自分の HP が 60% 減少してんのよ。もう確実にワンパンされるんで、マジでやばい。よし、もうそのゴールじゃん。よし、 OK、 全部倒した、倒したね。 OKOKOK、 もうこの先罠みたいなのは何もなかったと思うからいいでしょう。行ったよね。あれ、俺1個間違えてた。1個間違えてた。こうね。よーし、無事に4つ全て、クリアしましたね。報酬見てみましょう。よかった。それでは最後の報酬見てみましょう。まずはバトルスタッフ。次、頼む、なんか来て。ベイビークロスボウはいらん。ベイビーはいらんね。いやーひどい。まあ、見てみましょうか。今日出たのはこの辺からだね。ワールウィンド、まあ252なんで、まあ普通だよね。251と比べてもそんなに攻撃力変わらないので、まあ、いらないかな。は、まあ、エンチャントは悪くはないかもしんないけどね。はい。で、次、ビーハイブアーマーは、クールダウンがないね。なので、使わないと思います。で、これね、お店で見つけたやつ、意外といいかなと思った。虚無の呼び声で、クールダウンショットと、ロールチャージがついてます。まあ、ここはちょっと微妙だけどね。ここは微妙だけども、まあ、一応、クールダウンとロールチャージがついてるやつ、見つけました。で、闇の刀か。
アミノはただいらないね。まあ、攻撃力は大したもんだよ。138万、140万か。うん、素晴らしい攻撃力を持ってるけども、まあ使うことはないかな。エンチャントは悪くない。うん、虚無追い打ち、輝き、もしくはクリティカルでも使えるんで、おうおう、全然悪くはないやつだよ。で、そして、で、最後の最後の、ベビークロスボウ。いやー、微妙だな。微妙すぎる。しかもこれ、お供え物にしようとしても、マークがね、一つなんで、お供え物としてはあんまり良くないんだよね。なんで、これは売ります。いらないですね。はい。今日も4周やってみましたけども、まあ、いいものは出なかった。でも、いろんなステージをして、そのステージのギミックとかにね、慣れてきてるので、いいと思います。アップデートが待ち遠しい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。